リニア中央新幹線のトンネル工事をめぐって、県の中間意見書に JR 東海が回答しました。ただ、県などが求めている全量戻しなどの課題は解決できておらず、川勝知事は赤点をつけました。今回の JR さんの回答をご覧になって、知事の期待に対して何パーセントぐらいまで来ているのか、どのくらい満足できるものなんでしょうか。半分です。 だから六十点以下は赤点ですね。まああの分量もだいぶ増えましたし、あの絵も描かれているし、あの真剣にこの、えー、見る人が見ればですね、あのついていける面があります。一定の評価をしながらも知事が赤点を突きつけたのは、今月末以下に JR 東海が提出した回答です。JR の回答では。 山梨や長野に一定期間流れる水について、引き続き検討するととどめるなど、全量戻しを確約しなかったためです。技術的な裏付けがない形での回答になっていると思っております。ですから、検討するにはこういう方法で戻すということをですねおっしゃって、それが このフィーズブルというか、実現可能なのかどうかということを専門家の方々に検討していただくというふうにするのが推いじゃないかとまた、回答では大井川の中華流域の地下水に工事の影響が出た場合の保証のあり方にも触れておらず流域の市町からの要望に応じていません。今今回回の回答を受けて今月日日と13日に 専門家と JR 東海が会議を開き、水問題や生態系について議論する予定です。